こんにちは、ドリブルデザイナーです。今日は自宅でできるボールタッチをやりたいと思います。でこの動画を見るとドリブルが上手くなります。ただ約束があって毎日続けること、それができれば必ずドリブルは抜けるようになるし上手くなるので、ぜひやってみてください。行きましょうか。このドリブルタッチのトレーニングで僕はメトロノームを使います。でメトロノームっていうのは音楽で使うね、カチ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 って一定の間隔で音が鳴るものなんですけど、これを使うことによって狙ったタイミングで狙った場所にボールを蹴れるようになってきます。そのメトロノームのスピードはやりやすいスピードだったり、火が来ないようにいろんなスピードでやってみてください。ただ早くやることが素晴らしいわけではなく、自分が狙ったタイミングで蹴れるようにするためのメトロノームなので、じゃあ早速やってみましょう。この音に合わせてタン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 、はい、ダブルタッチですね。順番に右左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 で、帰りは左ですね。左右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 、はい、こういう感じでやってみてください。楽しくやることが大事なので、タン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 ってこう戻ったりして、タン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 とか自由に楽しんでやってみてください。まずはダブルタッチ1分ぐらいかな。 BPM200 ぐらいで僕はやってるので、例えば200だとしたら1分間に200回ぐらいボールを触るので、休憩しながらでいいので3セットやってみてください。はい、次は空踏みダブルタッチをやっていきます。そもそも空踏みって何だろうってなると思います。で空踏みっていうのはボールの前で一度両足トトンと踏むことでリセットする動き方、ステップです。でこの空踏みっていうのを入れてからダブルタッチをしましょう。空踏みダブルタッチ、空踏みダブルタッチ、はい。でなぜ空踏みを入れるかというと、まっすぐ前に動いてます。このボールをダブルタッチをすると 1,2 ボールは横に移動できるんだけど、体自体はそのまま前に移動してしまうだけなので、体を吹き飛ばされてしまいます。止められてしまうと。メッシ選手が得意なんですけど、この空踏みっていうのをすることで横に体ごと移動ができて前に進めるので、かわせるようになります。こうやってやったら空踏みで横に、はい、自分ごと横に動けるので、ダブルタッチを発動する前に使えるとすごく有効なので、これを自然とメトロノームタッチの中で空踏みを覚えていきましょう。やり方は空踏みダブルタッチ、空踏みダブルタッチ、空踏みダブルタッチ。最初ね、分かんなかったら1212122、空踏みダブルタッチ、空踏みダブルタッチというようにやっていてください。できるようになったらね、足を上げすぎると、上げてる間に落ち着いてきたりしたらこの間動けないので、なるべく地面スレスレでボールを触れるようになるとすごくいいと思います。タン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 、ではメトロノームに合わせて、音に合わせてやっていきます。タンタン1、2、タンタン1、2、空踏み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 。このね、空踏みダブルタッチはだいたい1分間を3セットやってください。でこれをすることでディフェンスに触られずに抜けるようになってきます。3セットやるっていうことは BPM が200だとしたら空踏み1、2、空踏み1、2ってやるので、だいたい1分間に100回触るでしょ。でそれが3セットだから300回、さっきの普通のダブルタッチと合わせて今900回くらいボールタッチをすることになります。たった6分間で900回のボールタッチですね。3つ目は空踏みダブルタッチの進化版、ボールの上に足が乗ってる時に空踏みに入る動作っていうのもあります。でそのやり方やってみます。上から下に落として 1,2、 上から下落として 1,2 トントン、 1,2 トントン、1,2 トントン。こっちにドリブルしたい時とかも上から下にボールを落として、はい、その瞬間に空踏みをして
前に飛ぶという動きができます。こうですね、パンパン。この動きができると、これディフェンスはこの後ろの動きの時に詰めてくる。でも自分は後ろにボールを置いた時には空踏みで前に行く動きが作り上げられてて、そのまま良いので前に真逆をつけるし、ドンと爆発的なね、ドリブルもできるようになります。なんで僕できるよって思うかもしれないんですけど、実は空踏みができてない人が多いです。空踏みができてないパターンっていうのは、後ろに足は行ってるけど軸足が動いてない、この状態で手を持ってくる。はい、ダブルタッチの時もそうね、このこっち足動かないでこうやって持っていく。それだと体重移動、重心移動ができないので次に進みません。こんなこっち動かないんじゃなくて、こっちの足も空踏みをするときに前に動かしてあげることで縦にドリブルも素早くできるようになってきます。この空踏み回もやっていきましょう。このトレーニングってすごく難しい部分もあるんですけど、毎日続けることが大事。これがね、最初できないからって言って諦めてしまうといつまでたってもできないけど、必ずやればできるようになるので、このトレーニングはやっぱり1分3セットかな、やるといいと思います。それをトータルでね、9分間やるだけで、タッチ600回でしょ、で空踏みダブルタッチが300回、空踏み回のこのダブルタッチが600回あるので1500回登場されることになります。なので例えばね、小学1年生が高校3年卒業した時にプロになりたいとしましょう。1日に1500回ボールを触るとして、1年間に54万回ボールを触るんですよ。で、小学1年生の子が高校3年生で卒業する時に648万回ボールを触ることになります。たった10分ですよ、毎日。僕はいつも言ってるんですけど、寝てて起きていきなり試合でした、急にスライディングしてくるディフェンダーがいます、それすらダブルタッチ自然と出ちゃう。そのぐらいになってくればドリブルってめちゃくちゃ面白いので、ぜひ頑張ってください。ちなみにね、僕は、選手の時は1日1万回ぐらいボールを触るようにしてました。別に1500回が限界じゃないから、求めた分だけ上手くなります。応援してます。